7番、大分、大分、大分いるじゃん。大分いるよ。大分と、社有者さんと、インパとオレンジくんです。インパインパ出番だよ。インパ出番出番。あとオレンジくんは座ってるね。オッケー、座ってますね、大丈夫ですね。リアルファンメ来る。いや大丈夫でしょ。リアルファンメって感じ、ここにいるから、言うから。大分の原住民さん頑張ってください。うぼうぼうぼ、動いた動いた。インパに期待、期待どうしましょうか。スタノー、アレックス、アレックス以外で、じゃあスタノー、インパはなんだっけ、フリストフリ、スタノー、ストフリ、オレンジくんなんだっけ。あ、オレンジくんがスタノーだ。スタノーか、スタノーかフリーダム、フリーダム見たからスタノーにしましょう。スタノーにしましょう。スタノーはね、山田塾さんです。何やってんの。大会やってます、大会やってます。今日はシャッフル大会です。上の方を読んでいただけると嬉しいんです。裏で相方に100円渡しとけよ、言っときます。100円渡すっていうか、これ参加料もうもらってるからね。反省してんのかよ。反省してないんじゃないですか。さあ、ピザが、ピザ巻いていきましょう。まあ、言うてね、このゲームのね、まあ、一番壊れてるっていう人もいるぐらい壊れてますから、この機体。まあ、トランザム中はですけどね。はい。服着てたら追いつけないですね。575、500と。さあ、トランザムがそろそろ溜まります。溜まっていくんでね、溜まったら使っていきたいところではありますが、まあ、状況を見てね、使っていきたい。ピザを打って入魂。ピザ打って入魂すると、ブースト消費が激しいんでね、なるべくね、なるべく一瞬ワンブーストでね全部やるのはやめた方がいい。サル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 って書いてあります。はい、サルって書いてあります。山田塾のオレンジくんです。覚えておいてください。名前だけでも覚えておいてください。オレンジくんです。さあ、315、151とトランザム、カスを使わないでね、ぜひ落ちたい。さあ、トランザム中ピザ2枚投げますからね。ドミナピザもね、ゴールデンウィーク中はピザ2枚とか送ってくれるといいですよね。黒いってた M 都市負けた、負けました。頭769で負けました。さあ、31でピザ置いてきた。サーブシャーティング。さあ、トランザムカット入らないんです。まあ、見られていました。しょうがないですね。さあ、650角を使って落ちました。トランザムもね、ぜひね、さあ、食らうまで、というかまあ、400以下で決めていきたいと思います。まあ、相方が1000かな、相方1000なんで、まあそうですね、まだ1000が落ちれるんで、2500は落ちれませんが。さあ、角を使っていく。あれはストーリー、インパさんのストーリー。サーブした、押し込んでいく。465、いや、まるで明日かのようにね、押し通るって言いながらね、攻めてきますよ。押し通る、やべやべやべ、取られていく。362。さあ、トランザム溜まった、行きたいね、トランザムで行きたいね、行きたいです。トランザムを使っていきたいが、あ、でもまだここは決め時ではないから、トランザム使えないですね。さあ、242、トランザム使っていく。ここで決め時なのかな。でも3000というか2500すれば勝てますからね。フリーダムすれば勝てますから、ピザ当たれば勝てるかなというところでありますが、さあ、ピザが入らない。フリーダムに対してピザを打っていきたい。入らない、惜しい。さあ、ダウン続けて99、覚醒が溜まってる、使いたいところ。覚醒を使っていく、使っていく、クラウマに覚醒を使う、いいですね。さあ、サーブしてから高く入っていく、いいですね。決まっていきました。山の熟成強いですね。いや、まあ、その強かったですね。いい試合でした、本当にね。多分ね、大分くんね、こんなつもりじゃなかったと思う。ここまで来るつもりなかったと思う。優勝しに来たんでしょ。優勝して優勝してもらってよ。交通費あげないよ、1000円しか。はい、いや、良かったですね。はい、じゃあ次の試合行きましょう。M 都市、 M 都市じゃねえよ。マス、マー君、赤帽子、クルス、マツコ、クルス、マツコ、クルス、マツコ、あとマー君、じゃあ次マツコ、エクシアなんでエクシア見ましょう。
きね、マツコエクシアなんでエクシア見ましょう。エクシアさっきね見せてあげたかったんだけど、時間的には大丈夫ですか。そうだね、この一戦やって次待ってやって次やっかな。もう大分さんでいいんじゃない、大分でいいと思うよ。名前がさ変わってくるんだけど、元の名前なんて言ったっけ。いいじゃん、アサギ研究所大分支部で、大分支部長でいいじゃん。お、大分支局長、支局長。はぶられ勢の大分支局長。はい、というわけでね、準々決勝かな、準々決勝、第2リーグ準々決勝、エクシアタウン A、ズダ・バサーゴというわけでね、バサーゴだけちょっと期待性能抜き出てはいますが、さあ、バサーゴはね、どうやって鍵を握ってくれるか、12500、3200とはね、普通のね、普通の固定のような試合でもよくありますから、エクシア見ていきましょう。さあ、エクシアマツコでありますけど、104落とした？あ、じゃあ俺だな、俺だな、俺の100円だわ、俺よく100円落とすんだよ。さあ、エクシアが228、バサーゴに対してね、インファイトもできない、サブシャも負けてる、アシキャンもね、あの特殊で特格で取られる、何にもいいことない、本当に何にもいいとこない。あの今例え出そうとしたけど何にもいい例え起きなかったから、まあほっといてください。さあ170、何も当てぬまま170、春が過ぎてしまいました。背景お母さん、さあ覚醒を貯めていきたいが、覚醒ゲーですからね、メインで取っていく、単位が落ちるまでね先をしないでいきたい。駅舎の体験マッハはねちょっと食らいつきましたね。さあサーブシャを解き放って170、ラストトッピングだと言わんばかりに投げていく170。さあいいですね、飛びキャンがうまい、飛びキャンじゃない、あー引き散った、ステキャンが、フラステがうまいですね。ちなみにこのマツコさんはエクストリームバーサス全国ベスト32です。さあベスト32がエクシア乗りますからね、貴重な映像ですよ。これは170で170、この HP ね、これ以上減ったらもうどうしようもない、相方が落ちてますからね。さあ N 角もらって17、攻めケースされてしまう、シールド、無駄シールド取られていく、1残った、運命力、この1でね何ができるのか。さあ1ありますが、この1で実は落としていきたい。さあ着地のねタイミングずらして角使っていく、いいですね、うまいですね、特角サーブ車で特角使って着地する、取られてしまうんです。ちゃんと見ていました赤星、いいですね。さあ赤星結構ズダ使ってますからね、ゲーセンで。さあこのね残り5000と1000、このコスト差を埋めれるのはまだワンチャンあるか。さあ分角差し込んでいく、特角でダウン打ち取っていく、いいですね。さあここでリスポーンのところだが、バサーゴを落とせば勝てます。このゲーム隠さず決めていきたいですね、隠さず入らない、残念。いいですね、相方がダメージ取って、津田の着地を取って風格を差し込んでいく。さあラッセがあります、アシキャンの心配じゃない、アシキャンの、ね、保証があります。さあ横毒入ってバウンドさせていく、ターンの HP がもうあまりないが、どうするか、津田覚醒使っていく、自爆が来るぞ、自爆が覚醒、サル落ちしていく。さあこのサル落ちからのコスオーバー先コス、何ができるのか、取っていきたいが、ここでゲロビが当たって試合終了、まさかのゲロビ、めちゃくちゃ曲がりますからね、ほんと曲がります。そうですね、時速50キロで走る軽自動車ぐらいは曲がりますから、かなり曲がりますよ。いやー赤星頑張りましたね、だいぶ。いやバサーゴ強いですね、バサーゴ強かったです。というわけで時間もね次役に行ってしまうかもしれないんで、次役あんまりないんでどんどん行きましょう。決勝、あ、まだだ、準決だ、これが準決でしょ。あのビリーとここ3回準決です、はい、今勝ったのはマスチで合ってる、おいた、おはい、じゃあ大分さんと社有者さんとオレンジさんと、あ、じゃあ社有者の違った、ごめんなさい、そうだね、オレンジ君、大分さん、マー君と赤星とマー君は連戦です。赤星とマー君は連戦です。まさか戦線で組むはずがない。はい、プラグを立てましたけどちょっと今空気滞りましたけども、はい、大丈夫かな、座ったかな、座れっと何あるじゃない、どこ行きたいの？
ロコ打ちできれば勝てる。ロコ打ちできる、ロコ打ちできれば勝てる。はあ、疲れたな、喋り疲れた今日。オレオさん今日オレオないの？ああ、急いでたから。今日は、今日はリッツしかない。今日はリッツしかないね。今日はリッツしかないよね。冗談だよ、冗談です。あ、本当に？あ、誰してん？これで失礼しますって聞こえた。聞こえたよね今。見てない機体あるかな？あ、じゃあズダだな。ズダ見てないよね、多分。はい、ではね、赤星のズダということで、ズダスサの、バサーゴアレックスというわけでね、ちょっとね、あの技巧派というか、ちょっとテクいようなね、機体の組み合わせになりましたが、12500、まあ、コスオーバーしないかつ最大限の戦闘力を生かせるというわけで、12500がとても強いんじゃないかと思いますが、線のね、線がかなりね、不良というか、なんていうんですか、なんか、まあね、ちょっと状態が悪いので、まああまり最近は見ないですが、12500はとてもね、強い組み合わせです。不遇、不遇、そう、不遇です、不遇。言葉が出てこないんだよ、天才だからさ。さあ、ここでね、服を剥がしていきました。で、サブ車、サブ車を垂らしていく。突角、いいですね。突角から足ができるのは本当に強いと思いますね。はい、169で解放していく。さあ、この解放中、169でサブ車を垂らし、流した、流していきます。垂れ流していきましょう。さあ、自爆決まんないんです。決まったかな？あ、決まってますね、結構減ってます。いや、決まってない、狩猟してた。ギリダウンみたいですね、ダウンでした。その天才は俺だくらいの天才がいそう。あれ間違えたかなっていうぐらいの天才です。さあ、あと3分でトイレ休憩。3分以内にはトイレじゃなくて試合をやめ、終了していきたい。212、さあ167、157と相方が落ちるまでは耐えていきたい。ちょうど落ちていきました、いいタイミングで落ちました。相方は覚醒を使っていきたいが、熱さ覚醒使っていく。覚醒中のアシスト刺さっていく。服が脱げただけですね。102、そうですね、あの友達に服を脱がすのを手伝って、あとは自分でやるっていう、すごいあのひどいレイプ犯ですね。さあ74、さあメインサブ断末魔が聞こえました。建物がありました、あそこに建てたのは誰ですか？僕ですね。330、サブを垂れ流していく。ヒロミに対して差し込んでいく。さあ2500を、ね、落としたのはかなり戦況に、ね、大きく左右すると思います。さあここで覚醒中、サルオチを狙っていきたいが、サブシャ、サブシャで服が剥げたかな、剥げたかな。ゲロビいいですね。さあここでなぜか自爆、意味がわからない自爆。さすがエンターテイナー山田塾。170のコストオーバー状態でスタローが覚醒していく。ワンチャンありますか？これワンチャンあるんですか？大丈夫ですか？さあ61、 B 角のね、自爆外しっていうね、かなりてあのテクイことをしました。さあサブシャ起き上がる。バスアゴが起き上がり覚醒使っていく。61で確保、入らないですね。61、バスアゴとか勝てますよ。サノが差し込んでいけるか。サブシャ刺さって、サブシャ刺さって、バスアゴ刺さ、バスアゴじゃん、スサノジオの勝ちですね。スサノズダですね、スサノズダの勝ちなんです。いやー、いい試合でした。いやー、いい試合でした本当に。いや、良かったですね。決勝、はい、じゃあお待たせしました。第一リーグの決勝戦まで行ったね、ビリーさんとポポさんが、決勝シードというわけで、ビリーさん、ポポさん、キッチーとオレンジさんですね。3連戦だよこれ。決勝でこれ勝ったら、決勝戦、真の決勝戦。あ、そうだ、次役行きます。次役行ってから始めます。はい、じゃあ次役行きます。じゃあ枠閉じます。枠閉じてから次役行きます。はい、次役行きます。